せーの、プシュ。はい、どうもお茶の水です。ブラブラです。カマです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、いきなりなんですけど、皆さん、地球外生命体がいるって信じますか？いや、もちろんいるでしょ。僕らの動画でも散々言ってますからね。初対面の人に会った時の話を僕はしてるんです。ちゃんと答えてください。めっちゃムカつく、この顔みんなに見せたかったまあ、こういう風なね、質問してくるやつは大体いるんですよ。で、大体、いや、いねえよっていうやついるじゃないですか、うんうんうん、そういうやつに大体僕はね、こういう風に答えるんです。逆にあなたはこの広い宇宙で地球上にしか生命体はいないってあなたは信じるんですか？そっちも不自然なんじゃないんですかって。楽しい、それやって。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、今回はですね、地球外生命体がいるかもしれないという惑星4000紹介していきたいと思います。まあ本題に入る前に、まあ少しね、宇宙のね、前知識もね、入れといた方が大事だと思うんで、こいつみたいにね、無能なやつもいるかもしれないよね。なんか今日スパルタじゃん。はい、それではやっていきましょう。ぜひ皆さんもプラネタリウムに来た感覚でカップルでお聞きください。宇宙が誕生して138億年、観測できる宇宙の広さは940億光年。現在我々が生きている今も宇宙は膨張し続けています。そして我々の住む地球は太陽系に属していますが、この太陽系も天の川銀河という大集団の中にいます。天の川にはおおよそ1000億個以上の恒星があり、宇宙にはこのような銀河がさらに1000億個以上もあるというのです。しかし我々が肉眼で確認できる星はだいたい6等星までで、その数は全天で8600個です。日本がある北半球ではその半分、約4300個くらいは条件がいいと見れるかもしれません。はい、まあ以上がね、簡単な宇宙についての知識だったんですけど、皆さんどうでしたか？なんか全然別人なんだけど、やだ、すごいさっきの人帰ってきてほしい。ナレーションの人ね、すごい人がよかった。はい、まあね、前知識はね、ここまでにしといて、ここからは、まあそもそも、この地球外生命体がいるんじゃないかっていう、まあその理由ですよね。はい。もうこの確証があるこの理由をね、今から皆さんにね、紹介したいと思います。その理由というのがハビタブルゾーンです。ハビタブルゾーンとは地球と似た生命が存在できる天文学上の領域のことです。恒星の周辺において十分な大気圧がある環境下で、惑星の表面に液体の水が存在できる範囲を指します。これが地球の生物圏における水の重要性から、ハビタブルゾーンの性質とその中に位置する天体は地球外生命体や地球外知的生命体が存在する範囲と分布を決定づけるのに重要かもしれないとされています。そのハビタブルゾーンの領域内にハビタブルプラネットと呼ばれる惑星が存在しており、そこには生命の可能性がとても高いとされています。そのハビタブルプラネットを探すことを目的の一つに掲げ、2009年にはケプラ宇宙望遠鏡が打ち上げられました。そして地球によく似た環境を持っている惑星がこの4つと言われています。あまり馴染みのない星ですが、土星の衛星の一つです。太陽から約14億キロも離れているため、気温はマイナス200度と氷に覆われており、とても生命が存在できるとは思えません。しかし土星探査機カッシーニがエンケラドスの氷の地表から水の柱が噴き出しているのを観測しました。この発見をきっかけに、エンケラドスには何らかの熱源があり、氷の下には海があることが証明されたのです。さらにその水を分析すると、アンモニアや塩類など生命が誕生するのに必要な元素が含まれていることも分かり、地球外生命体が存在する可能性があると大きな注目を浴びています。木星の衛星として知られるエウロパは以前から生命の存在を期待されていました。エンケラドスと同様に氷の地表に覆われていますが、木星の超巨大な重力によって内部が熱せられ、地表からは水蒸気のようなものが上がっているのをハッブル宇宙望遠鏡が観測しています。つまりエウロパ内部にも熱源があり、海が存在するため地球外生命体が誕生する環境が整っていてもおかしくはないです。
太陽系の中で地球を除いて唯一生命が存在する可能性のある惑星です。 NASA をはじめとする世界中の研究機関が多額の投資を行い観測をしてきました。その甲斐もあり、かつて火星には水があったことや隕石のかけらなどから生命が存在するのに適した環境だったことが分かっています。ただ現在は宇宙船から身を守る磁気圏がなく水もないため、地球外生命体が地上で活動するのは難しいとされています。もし火星に生命がいるとすれば、宇宙船の届かない地下深くに存在しているのでしょう。数あるハビタブルプラネットの中でも最有力候補となっているのがウリーゼ 581G です。第二の地球とも言われているこの惑星は、太陽の役目を持つ赤色矮星グリーゼ581と適度な位置を保ちながら公転周期を回っているため、地球とほぼ同じ環境であると予想されています。この赤色矮星とは主系列星の中で特に小さく低温な恒星のグループのことを指します。そして地球上からは天秤座の方向へ20光年ほど先にあり、宇宙規模で考えるとそれほど遠くもなく、地球外生命体の存在の可能性とともに技術が発達した未来では人類の移住の可能性も考えられている惑星なのです。はい、まあ以上はね4選だったんですけど、どうでしたか？でもやっぱり地球とは環境が違うのが前提じゃないですか、うん、なのでもしも地球外生命体がいるとしたら、はい、やっぱり人間っていう形ではないんだろうなっていうふうに思いましたね。当たり前だろ。はい、まあ個人的にはですね、ハビタブルゾーンっていうのは、まあ、かなりね僕もね期待してるんですけど、今地球っていうのはこの天の川銀河の一つなわけですよ。はい、なんかの太陽系にも属してるわけじゃないですか。でまあそこのゾーンをたどれば多分絶対に地球と同じような惑星があるはずなんですね。こうやって見つけてるわけだし、でもそれが今何億光年ってめちゃくちゃ遠いから実際分かんないだけであって、実際に何億光年先の星では地球と全く同じ生活をしてても、ね、別におかしくはないですよね。確かにそうですね、うん、ってことだと思います、うん、はい。で一番ね可能性を感じているのがこのエウロパっていうね木星の衛星なんですけど、これは NASA が2025年にそのエウロパを集中的に観測するグリッパーを打ち上げるんですよ、うん、エウロパグリッパーっていうね、うん、はいはい、多分なんだろう人工衛星かな、うん、打ち上げるんですけど、そこで実際にどうなるかだよね。それが仮に火星よりも住めやすいですよってなったら、火星移住化計画がなくなるかもしれない木星が大規模でしたらね、はい、皆さんはねどの星が好きでしたでしょうか。でまあ山口百恵さんもね南国光年離れてるね星にもね寿命があると言ってました。寿命があるってことはやっぱりね生物もいて、まあ、寿命があるっていうことなんですよね。寿命だ ね寿命だけなんだけどね。寿命の話だね、知らんけどね。はい、ということでね最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは私からのところでお会いしましょう。じゃあな。ちなみに日本には宇宙人に向けた本が出版されてるよね。